はい。では今回は、このような感じで、Google のスプレッドシートを使って、年間のカレンダーを作るお話をしていきます。まあ、こういった感じでカレンダーを作ってみると、結構便利に使えるようになりますので、ぜひ使えるようになってみていただければと思います。はい。ということで、まあ、こういったカレンダーを作る作り方を順番にお話ししていきます。はい。ではまず最初に新しく新規作成から Google スプレッドシートを選択します。で、Google スプレッドシートを新しく開いたら、新しくまずファイル名を付けておきます。例えば年間カレンダー。まあ、例えば2022年間カレンダーという感じでまず名前を付けておきますと。例えば一番左上は2022年の1月1日を入れておきますと。はい。ここは後からカレンダーを入れるときのベースになる日付になるので、まずここに今年の日付の一番最初の日である1月1日を入れておきます。はい。で、右の列に日曜日を入れて、で、順番に月、火、水、木と入れておきますと。はい。で、オートフィルで右まで持っていってあげて、一番右が土曜日になるようにしておきます。はい。で、まずはこの一番最初の1行目を日付、曜日が入ったセルとして使いますと。で、あと、右側の方のセルは、列は特に使わないので、列を選択した状態で、コントロールシフトと右矢印キーを押して、全部選択した状態にして、コントロールキーとマイナスボタンを押して、削除しますと。で、これで列が全て、不要な列が消えた状態になってますと。で、この状態で一旦列、あ、行は固定をしておきます。表示の固定から1行目を選択してあげると、1行目が固定された状態になります。で、スクロールしても一番上の行は固定された状態になりますと。はい。ということで、この状態で日付のセルを作っていきます。で、これ、後から、ちょっと便宜上、セルを2つ使って、で、一つの日付を作った方が使いやすいので、このような感じで、1行目は、まあ、そのままにしておいて、2行目の行の幅を少し広げますと。で、これで一つの日付として使うようなイメージで使っていきますと。はい。罫線ってこのような感じになりましたということですね。はい。で、イメージこれで上の行に日付が入って、下の行にその日のタスクだったり内容を入れていくようなイメージで使っていきます。はい。あとはこれを下までコピーしていきます。で、一旦これ行選択した状態で、だいたい100行目ぐらいまで使うので、下にスクロールしていって、シフトキーを押したままクリックして、で、コントロール V で貼り付けをしますと。はい。そうすると、こうやってずらっとコピーされた、貼り付けされた状態になりますということですね。はい。で、一旦下の方は使わないので、これコントロールシフトとキーボードの下矢印キーを押して、全部1000行目まで選択して、コントロールキーとマイナスを押して削除しますと。これもしコントロールとマイナスを押して削除ができない場合は、キーボードショートカットのスプレッドシートの互換ショートカットを有効にするがオフになっている可能性があるので、このヘルプからキーボードショートカットをクリックして、スプレッドシートの互換ショートカットを有効にするのチェックを入れておきます。そうすると、コントロールキーを押したままマイナスを押すと、行や列の削除のショートカットキーとして動きますということですね。はい。これで一旦ベースの形はできましたと。で、あと見やすいように表示から、グリッド線のところは一旦チェックを外しておきます。はい。そうするとグリッド線が外れて、このような状態になりますということですね。はい。ということで、日付を入れていきます。まず最初に1月1日に当たる場所を見つけます。例えば2022年の1月1日は土曜日なので、ここをまずベースにしますと。で、ここはまず最初に1月1日を入れておきますと。そしたら、あとは、この1月1日をベースに、隣のセル
を1引いてあげると前の日になりますと。で、あとは右までコピーして貼り付けをしますと。はい。そうすると1日ずつマイナスになっていきますということですね。はい。で、今度は、次の4行目のところは、右上のセルを1足しますと。そうすると翌日になりますと。つまり、この日曜日の列は、土曜日の日付を1足した状態にします。で、月曜日以降は、隣のセルに1を足しますと。で、そうすると、1日ずつ増えていって、次の日となっていきますと。あとはこれの繰り返しですね。1月8まで来たので、じゃあ次はこの6行目に貼り付けしますと。あとはこれを繰り返していくと日付がどんどん増えていく状態になりますということですね。はい。こんな感じで、あとは、もうちょっととりあえず数がそれほどないので、一旦ちょっと下の方まで貼り付けをしますと。で、あとこれは、あと下まで続いていくだけなので、適当にこの辺りでコピーをしておいて、で、コピーをして、で、貼り付けをしますと。はい。そうすると一気に下まで行きますと。はい。こんな感じですね。で、12月31日まで行けば、とりあえず OK ですよということで、他の行は削除しておきますと。ということで、12月31日まで入力された状態になってますということですね。はい。で、場合と、この状態で、次に、日曜日の列に色をつけておきます。まあ、ちょっとは薄い赤にしておきます。で、あとは、見出しの日付を赤文字にしておきますと。で、今度土曜日の列は、ちょっと青いような感じの色にしておきますと。はい。ということで、まあ、これでほぼ、まず、ベースとなるカレンダーの形は完成したかな、という感じがしますと。はい。で、あとは、ここに、いろんな仕掛けを入れていきたいと思います。はい。ということで、まず、こんな感じで、1年間のカレンダーができました、ということですね。はい。で、あと、ちょっと書式の方を変えておきます。まあ、ここ1月1日って入れたんですが、左上が2022年1月1日になっているので、ここの日付をちょっと変えておきます。上の123のところを押してあげて、カスタムの日時を選んで、で、ここで表示させたいものだけを残しておきますと。で、年。はい。このような感じで、年だけ残して、あと文字を入れて適用ボタンを押してあげると、はい、このような感じで、その年の年だけが残った状態になりますと。はい。こんな感じですね。はい。ということで、これでまず年間のカレンダーができた状態になりましたということですね。はい。では、ここからいろいろとまだ仕掛けを入れていきたいんですが、ちょっと長くなりましたので、続きについてはまた次回お話をしていきたいと思います。はい。では、年間カレンダーの作り方のお話をさせていただきました。ご参考いただければと思います。